まあ先ほどの続きなんですが、あちらからまあちょっと上の方に上がってきました。これが物流センターで、完成の予定の、図面であると、まあ、図であると。で、あちらがテナント募集と書かれているので、やっぱり商業施設を作るみたいですね。これはもう良くないですね。向こうのあのエコ岡場駅のすぐ近くにあるエコリラでさえ、店舗はもう昔からコロ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 入れ替わってる、作っては倒産、作っては倒産ですから、少子化なのに余計な施設を作っていた可能性が非常に高い。